皆さんこんにちは、こんばんは、ブータです。今回7月16日ですね、ミフィスタイルでまたノベルティデーがやるということで、行ってこようと思うんですけれども、今回は16、17、18の3日間ですね。で、また前回と同じようにですね、2000以上のお買い上げで絵本ノートがついてくるっていうやつなんですけど、今回はこちらですね、このバーイってやってるやつ。これ正確には踊ってるやつらしいんですけど、これが今回もらえるノベルティです。可愛いですね。ってことで、いつも通り早速行っていきたいと思います。
じゃじゃーん、買ってきました、はい、ただいまですね、深夜1時半でございます。ちょっと翌日に撮影しようかと思ったんですけど、謎テンションで結構高くなってきてしまったので、テンションが高いうちにやっちゃおうと思います。まず動画内でもお見せしました、こちらキャラカレー、かわいいね。セット内容はご飯型1個、抜き方2個って書いてありますね。ミッフィーの形とか、あとなんかくり抜けるようにもなってるみたいですね。うん、めっちゃいいね。こういうのをずっと実は欲しくて、いろんな新商品が出るたびになかなか買う機会がなかったから、いや今回はね、新商品が結構少なくて、その僕に刺さるような新商品ですね。だからすごいちょうど良かったですね。はい、こんな感じでございます。なのでいずれこれ多分ミッフィーのおご飯をなんか別の動画で作ろうと思ってるので、よかったら見てあげてください。楽しみにしててください。で今回ですね、新商品、じゃじゃん、ポストカードですね。なんかポストカードの普通の顔、ツヤの顔、泣いてる顔、この3種が新商品としていろんなのがあって、口が回る出てたんですけれども、まあ、このポストカード全種ですね、その新商品を買わない代わりにポストカード買いました。いや可愛いですね、ほんと。でね、裏面見てみるとね、泣いてなんか踊ってるのかな、これは踊っててわーいってしてて、でこのお人形抱いてるミッフィーがなんかクマさんの、うん、まあ、なんかあるんですよね。めっちゃ可愛いですよね。結構裏面も凝ってて可愛いんですよ。すごいファイルにコレクションしようと思います。じゃじゃん、新しいマグネットを久々に買いました。最近ね、マグネット全然買おうと、まあ、思わなかったんですけど、なんか、まあ、ほとんどもう買っちゃったからね、マグネットなんですけど、今回特にこれですね、持ってなかったものがあったんでこれ買っちゃいました。でこれ普通にひよことニワトリがシンプルで可愛かったんで、この2個セットで買っちゃいました。実はもう一つ買ったんですけど、じゃじゃん、ミニナノミッフィーっていうのかな、ここに書いてあるレゴブロックですね。まあレゴブロックとは違う商品なんですけど、実質レゴブロックと同じような感じ。この7種類かな、あ違うか、6種類か、この6種類の中からどれか出るっていう感じになってますね。どれだとあってもなんか可愛いんで、なんか僕はどれでもいいかなと思っちゃうんですけど、まあ強いて言うなら、この泣き顔ミッフィーか、スナッフィー、キリン、ペンギンのどれかが欲しいかなって感じですかね。ミッフィーはもうなんかいろんなグッズで手に入れてるんで、まあ、ペンギンかキリンいいかもしれないですね。キリンさんの顔可愛いし、なんかせっかくならちょっと違うバリエーションがちょっと欲しいですね。ってことで今回は8点も実は買ったんですよね。まあ、3000円ぐらいなんで意外とそんなにかかってないんですけど、今回の目的、ノベルティですね。まあ、中身はいつも通りなんで、あのお見せする必要はないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでのミニ絵本が今回ノベルティの特典としてもらいました。可愛いですね。とって今回はこんな感じの商品を買ってきました。これとキャラカレーの中身開けてみましょうかキャラカレーから開けるか。キャラカレーは、ね、中身分かってるし。おお、かわいい、見えます？よく見たらお目目と口が入ってますね。この中にご飯とか入れてミッフィー型の形にするんですかね。いやいいっすね。いやかわいいですね。これクマのお人形と猫と魚、いやかわいい。あ、ここに書いてありますね、リンゴ、花、リボン、目、星。かわいいですねこれ。早く実践して使いたいですね。ちょっとまた別の動画撮ろうと思いますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、こんな感じでした。これですよね。さあ何が入ってるでしょうか。まあ、キリンさんであることを祈りつつ開けてみましょうか。さあ何が出るか、オープン、ダダン。え、本当にキリンじゃないか。キリンです。
いや、すごいですね、僕。ほんと最近欲しいものしか手に入らない。いや、すごいですね。うん。キリンさんが出たんで、今から組み立てていこうと思うんですけど、結構、えぐくないですか、これ。あ、普通に、ガチで組み立てるやつなんですね。よし。じゃあ、今からやっていきます。やばい、これ思ってた以上に大変ですね。もうすでにちょっと挫折しそうです。これ深夜1時半。いや、もうほぼ2時近いですね。深夜2時にやるもんじゃないですね。めちゃめちゃ眠いんで今。あ、これで完成なの？あ、そう。あー、なんとか無事に完成しました。部品結構多めに入ってるみたいですね。てかだいぶ多めだな。立たせるとこんな感じか。これ結構簡単に壊れそう。やばい、安定性がなさすぎる。これやばいな。首が違う？なんか僕間違ってたっぽいですね。こっち向きみたいですね。いやー疲れた。普通に1時間ぐらいかかっちゃった。めちゃめちゃ疲れた。マジでやりたくない。これ多分これキリンさんだからむずいんだろうな。多分他のだったらもうちょっと簡単だったんじゃないか。で、説明書見てもわかるもんね。だからぐちゃぐちゃなんだもん。もうほんと疲れた。よし、じゃあちょっと今からお見せしますね。はい、完成でーす。シュールで可愛いね。そしてほんと痩せ細ってる感じ。なんかまるで僕みたいだね。なんか骨と皮しかないような感じになってる。一番材料使ってるだけあってクオリティは高めだけど、コテって横に落ちたら簡単に取れちゃうから怖いね。じゃあ2匹と最後飾って終わろっか。はい、かわいい。お疲れ様でした。もう眠い。寝ます。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。美味しい。